こんにちは、伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をします。今日はですね、一人着物座談会と題しまして、テーマを設けてあれこれとお話してみたいと思います。今日のテーマはですね、先日、YouTube 動画でもアップしましたけれども、結城紬のね、織元北村織物さんの北村亮さんと着物トークということでね、トーク動画をね撮らせていただいたんですけれども、そのトーク内容でちょっとね、気になることがありましたんで、それについてお話しさせていただきたいと思います。で、それは何かって言いますと、着物の売り方ですね。北村亮さんがねおっしゃってたんですけれども、以前は産地問屋さんを通して小売店さんに行っていたっていうことなんですけれども、本当近年は直販だけをしているっていうふうにねお話しされたんですね。で、それでなんていうかね、そういうところにちょっと着物業界のね、まあなんていうか時代の流れっていうかね、ちょっと感じまして、で、まあそのお話に今インスパイアされてと言いますか、改めてね、着物の売り方についてね、ちょっと考えるところがありましたんで、まあちょっと今日はね、まあ着物の売り方をテーマにお話してみたいと思います。僕がこの仕事にまあするようになった、まあ、18年ほど前、2004年からなんですけれども、僕がこの仕事を始めたのは、その当時はどうなってたのかなってちょっと振り返ってみますと、当時はね、まだネットがね、インターネットがまだね、まだ走りといいますか、普及しだした頃で、携帯はまだスマホじゃなくてガラケーだったんですよね。まだ個人でネットショップを開設してる方は少なくて、ホームページを持ってる方も少なかったんですね。うちももちろんホームページとかなくて、さらには、まあ、SNS なんてもちろんまだなかった時代なんで、その頃は本当にね、流通といったら、まあ、この既存のね問屋さん経由っていうねから、まあ、小売店さんに出ていくっていうのがね、もう本当に常識というか、まあ、それが当たり前っていう形だったんですね。当時のうちのお取引先さんは20件弱ぐらいありました。で、うちはまあそれプラス工房に来たお客様に直売っていうのもやってましたんで、うちはその昔からその2本立てといいますか、問屋さん経由と一般のね着物ユーザーの方にうちで直販っていう形でねやらさせていただいていまして、で、それがやっぱりインターネットがね普及してきて、だんだんとね着物業界の流れが変わってきたなっていうのがありますね。で、僕の感覚で言うと、その大きく変わったきっかけっていうのはね、3つあったと思います、僕が入った時代の中でね。で、1つは2006年頃だったと思うんですけれども、大手ね、着物チェーン店がね倒産してしまったということですね。それが結構着物業界のなんていうか流れというか、なんか潮目が変わったと言いますか、大きなきっかけだったと思います。結構本当に幅広く展開してた着物、呉服チェーン店さんがね倒産してしまって、チェーン店さんとお取引があった、まあ、問屋さんとか影響を受けて倒産というかしてしまったところもあったと聞きますから、結構大きなねインパクトだったと思います。それが一つ目で、で、二つ目がリーマンショック、2008年のね秋でしたっけに起きたリーマンショック、まあ、それはまあ本当に着物業界だけではなくてね、もう全世界がね影響を受けた不景気でしたよね。で、あともう一つが、まあ、今回のね2020年から起きてしまったコロナ禍ですね。その3つがまあ大きく着物業界に影響を与えた、まあ、こと、でき大きな出来事だったかなっていうふうには個人的に思うんですけれども、まあ、その中でね本当にいろいろね着物業界も本当変わってきて、まあ、売り方ですね、着物の売り方っていうのは変わってきてるなと思います。さらにね、インターネットが普及するようになって、本当にガラッと変わりましたよね。もっと言うと、ここ近年ね、リサイクル着物の台頭、これも大きかったですよね。本当に最近もうここ5年ぐらいかな、もうリサイクル着物屋さんって一気に増えましたよね、そういう業者さんがね。まあ、そういった中でね、本当やはり、まあ、作り手もそうですし、まあ、問屋さんもそうですし、さらには小売店さんもね、本当、まあ、今までの既存のね売り方をしていたんじゃなかなか難しいなっていうことで、まあ、作り手だったら例えばね北村織物さんのように問屋さん経由じゃなくて、まあ、直売で行くとかね。で、最近は問屋さんもね SNS をするようになった問屋さんもね結構見かけるようになって、
問屋さんがなんてやるんだろうっていう最初ね疑問だったんですけど、だって問屋さんってね、商売相手はね、お取引先さんは小売店さんじゃないですか。まあ、よく考えると、例えばその問屋さんがやってる、インスタグラムをね、小売店さんが見たらね、その問屋さんにね、まあお問い合わせするでしょうし、一般の着物ユーザーの方が見てもお問い合わせして、そしたら問屋さんがここの小売店さんに卸してますんでこちらでどうぞっていう形でね、商品をね流通させられますから、まあ、そういう意味でのね、問屋さんの、まあ、SNS やってるのかなっていう感じで思いまして、まあ、ただね、やはりその問屋さんがインスタグラムとかね SNS をやってる背景には、やはり今までのね発信っていうかね、今までの営業活動ではなかなか難しいところに来ている。それだけじゃなかなかちょっと手詰まり感というかね、まあこういうねコロナ禍もあってあるから、まあそういうね、まあ、SNS を活用して、まあ、インターネットを活用したこともやっていこうっていう風な結論になったんじゃないかなっていう風な推測はされますよね。でもっと言うと、問屋さんも一般のね着物ユーザーさんに販売してたりするところもありますよね。それこそその卸値価格で販売しますみたいな形でね当たってる問屋さんもありますし、だから本当なんだろう、食料品で言ったら業務スーパー的なね、そういうスタイルで やられてる、問屋さんもありますよね。だから本当もう本当何でもありっていうかね、もういろんな流通経路っていうか売り方がね今の時代はね出てきてるなっていうふうに思いました。それがいいか悪いかは別として、ただまあそうしないとなかなかこの着物業界不景気なね時代ですから、この時代を生き抜いていくにはそうせざるを得ない状況になってきてるなっていうのはありますよね。まあうちももちろんそうですし、まあ、僕自身もね本当にもっと前リーマンショックぐらいかなにもう本当に問屋さんとの取引が本当にどん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 なくなってきてしまっていたんで、もうその頃から結構危機感を感じていて、でまず最初はホームページを開設して、その後ブログも付き合って、で SNS が出てきたら SNS もねやるようになって、そして、まあ、2020年からはこうやって YouTube でもね発信するようになってきています。やはりその作り手の発信もね、作り手が何を思ってものづくりをしているか、どういう人がものづくりをしているかっていうのをね見せるのもねとても大切だと思うん でなかなか僕自身は展示会とかに行く機会がなかなかないので、普段ものづくりしてるんで、うん、だからまあそういう中でこういうねインターネットっていうツールはすごいありがたいんですよね。まあ信州上田にいながらこうやって全国のね皆さん、もっと言うと全世界の皆さんにねこうやって作り手のね現場とか、まあ、ものづくりをしてる工程とか発信もできますし、うん、とてもありがたいことですね。今だから本当着物業界どの立場の人も、僕のような作り手も、まあ、問屋さんも小売店さんもね、どの方々もおそらく手探り状態だと思うんですよ。僕もそうなんですけれども、どういうやり方がいいのかっていうのをね、今皆さん手探りというか探ってる状態で、いろいろトライアンドエラーを繰り返してる状況だと思うんですよね。だからある意味そういう意味では着物業界っていうのは再編期というかね変わる時期に来てるんだろうなっていうふうには思いました。うん、ということで今日は着物の売り方について、一人着物座談会としまして、あれこれとお話しさせていただきました。以上、伝統工芸士の小岩井龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など、作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。